聖騎士だけ頭おかしいくらい強化されすぎ、リュウです。さあ本日なんですが、聖騎士デッキですね、環境トップレス強すぎます、このデッキは。これやばくないですか、これやってることやばいわ、このデッキ。生放送でも使用しましたけど、俺のガバプレイングでもなんかめっちゃ強かったんで、結構ねプレイングちょっと難しいんですけどね、考えること多くて。なんですけれども、新しいね新パックでね、この新生騎士王コルネオスっていうね、この人が登場したんですが、こいつが本当にやばい。もちろんね、もともと強かったんですよ、聖騎士って。このマーリンとか、ジジイとかね、アルトリウスとかで、こう、フリーチェーンでこうテロリストしながらね、トリスさんとかで、こう、戦っていくみたいな、で、こういうトラップカードでも封じていくみたいな感じの、まあ、強いデッキだったんですが、こいつ出てきたことによって、これ何ができるかっていうと、これね、この人にバウンスできるんですよ。エクシーズ素材を、任意の数取り除いて、その数だけ相手のフィールドのカードをバウンスできる。これ、今まで聖騎士って破壊と、あと因果切断の除外しかなかったんですけど、これバウンスを手に入れたことによって、例えば、まあ、エヴァリーとか、磁石でいうところのベルセリオンとか、なんか破壊しちゃい、あとミラー戦、ミラーの、聖騎士モンスターとか。やっぱ破壊すると出てくるじゃないですか。例えばアルトリスだったら破壊したらなんか墓地からレベル4以下のね、以上のね、聖騎士モンスターを特殊召喚できるとか、まあいろいろあるじゃないですか。だからこういう効果発動させないんですよ、バウンスって。これがねものすごく強いで、しかもこれ1番だけじゃなくて、このモンスターこれ2番、このカードが戦闘効果で破壊され墓地を送られると、この要素以外の聖騎士エクシーズモンスターを、エクシーズ召喚扱いとして、特殊召喚しながら墓地のこのカードを下に重ねてエクシーズにするっていう、なんかやられても後続出しておれるとかいう、マジでやばい方が持ってるんですよ、こいつはね。本当にぶっ壊れてると思う、リンクス環境では。これによってですね、全ての効果を手に入れました、聖騎士は。破壊ね、破壊、それからバウンス、そして除外と。でさらにやばいのは、これデモンズチェーンとか打たれた時、アルトリウスとか、にこれアルトリウスのデモンズチェーン打たれて、じゃあ無効にされましたって時に、強引にガイアドラグーンに重ねてデモンズチェーン無効化ってことができるんですよ。これやばい、やばいよねこれね。ちょっとですね、あまりにも聖騎士環境が加速しそうな気配がしていまして、あと聖騎士ってすごい先行制圧デッキなんで、先行取られるとほぼ負けるんですよね、もうね。それがマジでうざいということで、あと妨害きついんですよ、聖騎士って。まあ、先行の罠全部踏むんで結構辛くて、まあ、それをね回避するための気持ち程度の挨拶を入れております。まあ、そんなところですかね。とにかくですね、まあこれちょっとひたすらに使い続けるしか多分プレイングの連動を高めることはできないと思うんだけども、使い続けたらめちゃくちゃ強くなると思う。もう脳死で回せるぐらいになったらね、まあ KC カップ、金アイコンとかあるんじゃないですか、ちょっとわかりませんけど。まあでも絶対誰もが使うから難しいか、それは。ちょっととりあえずですね、環境トップの聖騎士とかいうね激ヤバデッキをね回して、いきたいと思いますので、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あれも勝てんやろ、動きされたら。挨拶だ、聞いとけ、挨拶しないと負けるぞ全員。絶対周りに行くやん、マーレンスターターかな、スキルは。スキルは僕マーリンスターターからか持ってます。あとさ、ちょっとさ、俺気づいたんだけどさ、気づいちゃったんだけど、なんかコルネオス出してなくないですか俺。コルネオスどこ行った？ロンダに装備しとこう。で、効果、ボールス、はい。犯罪スターター枠さ。犯罪スターター笑うな。ボールスはいいわ別に死んでも、はい。でボールス効果、どこにでもいる普通のおじさんっぽい見た目の人の効果使って、これもこうですね、はいはいはい。コルネウス全然出せねえ、1ミリも出せんコルネウス。あーなるほど、これ天命の聖剣装備しよう。こうしてこれでいいや、エンドです。新カード使ってないんですよね。そうですよね、コルネムス出すタイミング一切ないんですよね。おっと魔導陣、なるほど、相手にとってクソかね。いいだろう、これトリスタンで分からせるわ、トリスタンで分からせるわ。
魔導陣とかいうカードがな、先行取ってればな割れるんだよこっちは。行くぜ。あ、オッケー、魔導陣で、魔導陣ね、了解。はい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 、了解しました。セットセットエンドですか。じゃあマーリン効果、エクシーズシュタイレスの効果使って墓地の未来発動で、で、やべ、ちょっと待って、伏せつかのせた、まあ、いいや。で、こうでしょ、はい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 。で、アルトリウス効果使っていい、ね、アルトリウス効果使ってこれかで、天命の制限効果使わずで、アロンダイト効果使う、アロンダイト装備する、はい、でトリスタン効果で魔導陣割るで導きするめっちゃ動くやん。あー、来た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 、最強が落ちた。よし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 、オーケー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 、ドロー。さあ光るかな、砂時計。あ、光るね、砂時計は光る。なるほど、一回じゃあ聖剣アロンダイトで割りに行きますか。さあ聖剣アロンダイト効果、はい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 、ナビゲート了承、はい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 、そうね、はい、了解です。でですね、あの伏せカードをなんとかして処理したいですね。で、これはあれですね、未来効果使ってエクシーズしに行くスタイルですね、これね。あ、ちょっと1枚割っとこうかな、1枚割っとくか、割っとこう。ギネビア効果使ってで、トリスタンに装備するで、トリスタン効果で相手割る、はい、で導き未来効果でレベル4になるやつを持ってくればいいから、モルドレッド特殊召喚して OK、 なんもないで、ボールセツ、コルネオスか、コルネオス使う、はい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 、いいよいいよいいよ、でアロンダイト効果やばいよね、やってることかなりやばいと思うわ。でアロンダイト効果使ってあそこ割ってで効果使って戻してやばいやばい、やってることやばいってこのデッキ、はいはい、いきます、バトルフェイスでこれやばいわ、やってることやばい、ヤクザでしかないよね今、こんなデッキどうやってどっ勝てばいいんですか。逆に俺これ相手するの嫌だわ、自分で使っててこんなの誰も勝てねえよ、間違いねえ、こんなどうやって勝てばいいんだ今の、多分無限にやることあって選択肢めっちゃ多かったわ、こっちよ。あ、いやでもやばい、これ因果生産で分からせるやつだ、これ因果生産さんで分からせるやつでしょ、これやばいって、なんだこれ、未来は変えるんだからどういうこと、何このスキル、自分の手札の占い魔女モンスター1枚をデッキの一番上に戻して、このスキルは単純に1度かつ両中に3度しか勝利には強っ、やべえ、なんだこれ強えこの展開。あ、でも1枚引かしてくれる、ありがとう。なるほど、まさかの未来は変えられる聖眼来た、関係トップか、うわ強え強すぎだろ。まあでもあんまそうねえか、でも、まあ、インガセザンっていう最強カード引いてるから俺そんな関係ねえわ。はい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 、でちょっとマーリン召喚、マーリン召喚、マーリン効果あんま関係ないね、あんまりインガセザン引いてるときはあんまり関係ないって話あるわ。こうしてで、アロンナイト装備する、なんか強くてきた、なんか強い動きしててきたなんかわかんないけど強い相手の動きで、アロンダイト破壊する、アロンダイト効果発動
ボールスに装備を付け替えていく。そしてボールスの効果、これもうエクシーズ C でいっちゃってもいい説あるな。まあ、とりあえずこれとこれと、まあ、制限からどうしようか。こうしてエクシーズしてしょって処理に行っちゃっていい気するけどな。フリーチェーンで破壊するの多分結構なんかいっぱいあるし、処理に行っちゃってよくない、これ正眼だったら。行きましょうか、処理しに行きましょう。はいはいはい、隕石で爆発しましょう。圧倒的にでアルトリウス効果と聖剣アロンライト、いや隕石2枚の方が強そうだな。これ隕石2枚つけといた方が強そうで、こうしてこうしてで破壊するのこっちでしょ、でこうしてこうしてでオンにしてエンドで分からしていく、しっかりめにしっかりめに分からしていく犯罪行為した、犯罪行為きた、おいおいエヴァリーにね隕石撃つやつは人間じゃねえから。あっ、はいはい、いいですよいいですよ、オッケーオッケー、了解しました。でどうしますか、新年一発目の犯罪ムーブ、あー消火器使ったね。じゃあこれこうしてもいいんじゃないかな。これ犯罪すぎて草、犯罪すぎて草。これ何枚落ちたんだっけ、トラップカード1枚出した方がいいか、1枚出しておいていいね、1枚出してみましょう。はい、でネットポリスさんでいいね。はい、ドルちゃん特許感、はいはい、オッケードロー強すぎるだろ、このデッキどうなってんだよ、強すぎるだろ。これでだから4回殴れるんでしょ、全部でバトルフェーズ入る、1800でぶん殴るで、はい、2000でぶん殴るで、レベル4出して墓地から未来除外して毒召喚して、さらにマーリン効果で4エクシーズですよね、強すぎさあお相手の方、最大拓磨選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、絶対運命力、相手にとって不足はない、ちょ因果切断はやめてくれ、割烹ベース強っ、おい初手強欲なつぼ挨拶みたいに打ってくるのやめろマジで。あーセプターだやば、えセプスロ、いやーやべえ、それはやばいよ、やめてよ。ちょさあこれカップしてからさセプスロすんだ、これ犯罪やって、これ犯罪やって、これ誰だよこのデッキ作ったの、ふざけんなよ、スローね、やばい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 ってガチでやばい、これやってること12345678枚になってんのおかしいって、先行でカードが何が起きてんのこれ。でセットしてデルタテロスかなんかですかね、さあ何でしょうか、採用拓磨選手、さあデルタテロス特殊召喚していく、さあデルタテロスを特殊召喚して、あーなるほど手札入れ替えか、手札交換、あーデビルコメディアンね、オッケーオッケー、確かにあんまいらないと判断したもんね、デビルコメディアンは。でカード1枚セット、はいセットセット、いやー強いなー強いなー、マーリン通る、あ光んない、マーリン通る、これこれマーリン通ります、マーリン召喚通ります、あ通りませんよね、通りませんよね、一撃必殺辛いんですよね、これもうこれが辛いですよね、聖騎士ってこれやられた時めっちゃ辛くて、でもこうするしかないんだけど、ちょ生きろマジで生きろ生きろ3生きろ、そなたは美しい、頼む生きろ、あ犯罪、いやもうほんと犯罪、これはこれほんまに犯罪、これに関しては勝てるかバカタレ、そこだっこいんやこれ、これは墓地を置かれた段には発動できない、
やべえ、やってることヤクザでしかねえ。さあどうする、もう殴ったら勝ちだけどな。何ヤード稼ぐんだよ、何ヤード稼いでんだよ、ふざけんなよ、何が遊戯王だよ、マジで神ゲーだわこのゲーム。